佐川さんと大和さんが値上げします。こんにちは、あちゃまラジオ、あちゅらじのお時間です。はい、今日も仕事帰りに動画を撮っております。はい、ライズ始まるということで、皆さんチャンネル登録とグッドボタンをぜひぜひぜひよろしくお願いします。はい、あと軽貨物の稼ぎ方っていうのもね、あのノート出しますんで、ぜひ概要欄の方チェックをお願いします。はい、今日はまあこれね、俺前回の何インボイスの動画出したんですけど、その時にもこうチラッと言ってたんですけど、というか前から言ってるんですけど、あのドライバーさんの運賃を上げた方がいいっていうね、前なんか前回まあ何このなんやユニクロが給料上がったじゃないですか。で、まあ、それをねこう見習って、このドライバーさん給料上げた方がいいみたいなことを言ってたんですけど、なんとですね、あのこの僕ちょうどヤフーニュースで記事を見つけまして、なんとなんと佐川さんと大和さんで、あの運賃がね 10%、 まあ 8% から 10% まあなんか上がるっていうニュースを見まして、でそれに伴いあのドライバーさんの給料も上がるんじゃないかっていうので、まあ実質ドライバーさん給料の、まあ、値上げにつながるのかなみたいな、そういったニュースがあったので、まあ今回ね、それについてちょっと動画を撮りたいなっていうので動画回してるんですけど、まあ皆さんどうだろう、知ってるのかな、皆さんも知ってるのかもしれないですけど、あのドライバーさんじゃない、その佐川さんと大和さんが4月からかな、なんかまあその運賃を上げると、送料を上げるみたいな、なんか 8% から 10% 上がるみたいな感じでもう発表されてるんですよね。でまあ運賃が値上げすることによっていろんなことが見えてくるんですけど、まずなんで上げるのかっていうところですよね。でまあその大きな要因として佐川さんとかね、まあ大和さんもそうですけど、まあその大きな要因として、まあやっぱりね、まあ当然エネルギーの価格高騰っていうのがあるじゃないですか。まあ当然まあこれも入ってくるんですけど、まあ今はこの記事を見る限り、現在の燃料価格は国の補助金で政策的に抑え込まれた状態にあるが、今後は補助金の縮小が予定されていると。これに伴って2023年今年のですね、後半には現在以上に、燃料価格が上がる可能性も指摘されているということで、まあ今年からまあ来年にかかって、でね、まあ燃料がまたさらに上がってくるんじゃないかみたいな、ガソリン代がさらに上がってくるんじゃないかみたいな、こんだけいろいろ物価が上がってくる中、さらに燃料も今より上がるっていうことで、まあそれに伴ってまあ運賃も上げていこうみたいな。でもそんな中でもやっぱり一番大きいのが、まあ大和さんでもそうなんですけど、これが一番大きいと思うんですけど、物流の2024年問題の対応ですよね。まあここがまあ結局一番その今回のね、その運賃値上げに対してのまあここがキーじゃないのかなって俺は思うんですけど、まあこの記事でも読んでいきますと、2点、物流の2024年問題についても同様だと、まあ周知の通り、2024年の4月にね、新制度がね、まあなるじゃないですか。でまあそのドライバーさんのまあ残業がね規制されると、まあもう皆さんもご存知の通りなんですけど、まあドライバーさんの給料、まあ佐川さんもね、大和さんも給料のほとんどはやっぱ残業手当の比率が高いため、まあ当然こうなったらね、残業時間が当然減ってくるわけじゃないですか。残業時間が減るということは当然給料が減るっていうことに直結すると。しかしながらドライバーの給料をこれ以上引き下げることはあり得ず、基本給の上乗せなどで給料の水準を引き上げることが絶対に必要だと。まあ残業がね、まあなくなるから、もう基本給を上げるしかないじゃないですか。残業代をもう渡せないんでね。まあ上げるとしたらもう基本給を上げるしかないんですけど、ただしと、運送会社には給料を引き上げるためのその、もう原資がない、もうお金がないみたいな、もうその元がないみたいなね、感じで書いてるんです。つまるところ、荷主へ請求する運賃を引き上げるしかないと。まあこれですよね、結局。まあ今回のその運賃引き上げに対する、まあ一番のキー、まあもうこの文面に全てが載ってるんじゃないのかなとも思うんですよね。まあだからでも、それ、この記事も書いてるんですけど、遅すぎると。値上げのタイミングがね、まあ遅すぎると。でまあ、大和さんも同じタイミングで上げたんか。
多分佐川さんと大和さんがもうなんか一緒にあげようってなってるのかしれないですけど、なんか同じタイミングで上がるんですよね。まあ今まではその様子見のね状況であって、まあ佐川さんがね、まあ先陣を切るという形になってるみたいですけど、まあ今までね、その値上げをね積極的に進める動きは今まで表面化してこなかったと。しかしながら2024年問題への対応は待ったなしの状況にある。新制度に対応するためには給料のね、まあその引き上げで社内制度の見直しが求められると。でまあその値上げをね受け入れる荷主側にも予算確保等の準備が必要であると。当然まあそらそうですよね。まあ経費がこのかかってくるわけですから、それに対するまあ僕が今ちょうどそのやってるところですよね。そのまあ動画でも俺ちょいちょい言ってますけど、愚痴ってますけど、その2024年問題に対してね、そのまあ予算が変わってくる、その経費の予算が変わってくるわけじゃないですか。だからその荷主側にも予算確保等の準備が必要であるってこの記事も書いてるけど、俺もその確保のね予算の確保を準備を今ずっとしてるんですけど、もうその確保できないんですよ。だから動画でも俺これずっと愚痴してますけど、その予算2024年問題に向けての予算をもう他のところを削って、それをね、その浮いた予算をこっちに当てるみたいな、簡単に言ったらそういうことなんですけど、それができないっていうことなんで、だからまあまあ、それに対してまあいろいろ愚痴ってるんですけど、まあそれは一旦置いといて、まあそういうタイミングでね、まあ今は遅いやろと。もう2023年入って、今頃その対応は遅いんじゃないかみたいな、まあそういう指摘もあるんですけど、まあ結局のところ、この給料をまあ引き上げて、人を呼ぼうみたいな、まあそういう動きがあるんですよね。でまあこの実際にまあこの給料が果たしてほんまにドライバーさんが上がるのかっていうところやと思うんですけど、俺はそんなに上がらん気がするんですよね実際。実際にまあだから今すごいなんか人手不足って言われてるじゃないですか。でさらにこの2024年問題でね、当然、まあ、給料が上がるってことは、まあ、ほぼ、まあ、どんな対応するか分かんないですけど、ほぼ 99% 俺はありえないんじゃないかなと、俺は思ってるんです。8% から、まあ、10% ね、上げたところで、やと思うんですよ。結局上げたところで、ドライバーさんの給料に還元されるのって、ほんまに 1% とか、ほんまに 1% 2% ぐらいじゃないのかなと思うんで、実際、まあまあ、このドライバーさんのね、まあ、この、多く稼げてる部分って、やっぱり残業部分じゃないですか。むちゃくちゃ、俺がもう生まれるか生まれへんかぐらいの、生まれる前とかかな、その時の佐川さんって、ほんまになんか佐川に入ったら年収1000万なんかもう全然行くみたいなね。なんかそういうすごい時期があったじゃないですか、昔のね。なんかそういう、でもそれで多く稼げてる理由ってやっぱ残業時間じゃないですか。残業時間がすごくて、ほんまにもうずーっと、もうなんか24時間戦えますみたいなね、そんな時代やったじゃないですか。だからその時の給料の主な、なんでほんだけ高水準のね、給料をみんなもらえたかっていうと、まあ俺は残業手当がすごかったからみたいな。まあだからそれなんで、まあ多く稼げてたけど、それがねもう当然その2024年からそういった新しい制度になったら稼げませんよと、もうまず残業をさせていただけませんよっていうことになるんで、だからそうなった時ですよね。まあ人が来るのかっつったら来ないだろうし、辞めていくと思うんで、っていうかもうみんな転職活動を始めてると思うんで、始めてるっていうか、もう、すでに動き始めてると思うんで、ドライバーさんもね。だから余計ね、今人がね、どんどん辞めてってる状況やと思うんで、それに対して、まあ、うち値上げをするよっていうことやと思うんですけど、まあ、でも、この、俺が思うに変わらないと思うんで、で、それに対する、ヤフーニュースのコメントでもね、まあ、いいコメントがあるんですよ。で、まあ、それのコメントもちょっと、まあ、読んでいきたいなと思うんですけど、ヤマト運輸のドライバーをやっています。10% 上がっても、ドライバーの給料は上がりません。確かに若いドライバーってなかなか入社してきませんね。上の人間は偉そうなことしか言わないし、それじゃドライバーなんて入ってこないと思いますっていう。まあ、俺も正直、そうやと思うんですよね。で、まあ、値上げするところを間違えてるとか、アマゾンをかなり値上げするか、手間差のすしかないと、会社の利益も出ないと。ましてやドライバーの給料も上がらない。本社勤務の社員ばかり上がっても荷物は減らないし、
荷物集まらないし、さばききれないよと。まあ、だからもう、その、給料が上がるのって、ほんまに、もう上のね、ほんまに上の人間がちょっと上がるかなぐらいやと思うんですよ、結局のところ。結局のところ上が上がって、ドライバーさん給料が上がるかって言ったら、まあ俺も、まあわかんないですよ。わかんないですけど、まあ多分上がらないと思うんですよね。ほんまにこの、まあ上の人間だけが上がって、まあ、下のドライバーさんとかは結局ね、まあ今の水準のまま、やると思うんで、変わらへんのじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、これ、ね、運賃が上がるってことは、例えば他に、影響が出るとしたら、その、せどりとかやられてる方ね、結構メルカリとか、ああいう、まあメルカリで主にやってると思うんですけど、そのメルカリの送料とかも、まあ絶対変わってくると思うんで、だからそういうところでもね、まあなんかちょっとずつ稼ぎにくくなってくるのかなと思うんですけど、まあだからいろんなところでね、変わってくるのかなとも思いますし、だからまあこれに対して、ね、皆さんがどう思うかなんですけど、僕は、もっと上げてもいいんじゃないかなって、正直なところね、正直なところをもっと上げたってもいいんじゃないかなって思うし、なんかその、なんだろう、もうドライバーさんの給料を絶対に上がるよってなってくれたらいいんですけど、結局その運賃を値上げしたことによって、で、その分まあね、まあ会社には入ってくるじゃないですか。佐川さん、大和さんにはその分値上げした分入ってくると。この値上げした分を、そのちゃんとドライバーさんに還元するよって、なってくれたらいいんですけど、多分もうならないと思うんですよね、結局は。この末端の方には、ほんまに末端って言ったら悪いですけど、このドライバーさんのね、やっぱ方には全然還元されずに、まあほんまに、さっきコメントにもあった本社のね、まあこの上の方にはちょっとこの還元されて、もうドライバーさんの方には全然今と変わらんっていう現状がもう見えてるんですよ。だから EG クルーとか、まあそういう委託されてる方のドライバーさんの、単価をね、上げたるかって言ったら多分変わらんと思うんですよね、結局。だからまあ、何にも変わらん気がして、僕は、わかんないですよ。僕はまあそうなるんじゃないかなと思うんで。でまあその2024年、まあ実際なってみなわからないですけど、まあだから、まあ給料間違いなく減るんで、もうそうなってきたら、まあ佐川さんと大和さんもね、まあ、どんだけのね、被害が出るかわかんないですけど、ちょっともう厳しくなってくるんじゃないかなと思って。まあこんなことをね、僕が言うのもあれかもしれないですけど、例えば今、運転手をやりたいと、いう方、まあね、いっぱいいらっしゃるじゃないですか。で、まあ、そういった大和さんとか沢さん以外にもいろいろあるじゃないですか。運送会社なんかまあいっぱいあると思うんで、まあ10トンの運転手やら4トンの運転手やらね、まあその運転手の仕事をしたいみたいな、そういう方いっぱいいらっしゃるかなと思うんですけど、俺はもう全くおすすめしないですね。ほんまに。運転手の仕事っていうのは。まあ特に、もう、ほんまに稼げへんと思うんで。だって今でさえ、そんなに稼げてないでしょ。僕、いろんな、今、仕事上ね、いろいろなほんまに、ドライバーさんとか、まあその運送会社の、まあ社長さんとかいろいろそういう話をさせてもらって、いろんな従業員の方の給料も教えてもらうんですけど、全然稼げないですよ。俺の周りだけかもしれないですけど、思ってるように稼げないですね。多分年収、1000万いってるドライバーさんってほぼいないですし、そこまで、ほんまに年収ね、今、1000万いこうと思ったら、死にます。まあ、まあでもほんまに過労でぶっ倒れるぐらいの、レベルでやり続けんと、1000万ってまあ超えんと思うんですよね。運転手で。だからだから、だいたい僕が聞いてる平均年収、今でその規制が入る前で、2023年の今で、だいたいその10トンで、まあ年収600いったらいいかなっていう。まあ年収600いったら、結構な、それなりに、あんまりなかなか家にも帰れず、まあ、ちょいちょい帰れるかなぐらいのレベルで、だいたい年収600かなみたいな。で、まあ、平均的に見たら500前後かなって感じなんですよね。で、まあ、450から500ちょいぐらいの、まあ、
10トンでね。10トンで、まあそれぐらいの、あの、僕の、周りで聞いてる感じの給料を教えてもらうんですけど、いろいろね、この従業員の方の給料を教えてもらうんですけど、まあ大体その450から500ちょい、550までのね、まあ、間がほとんどなんですよね。でも450から、まあ大体500万って、まあ多いか少ないかって言ったら、まあ人それぞれかもしれないですけど、まあ普通にね、なんだろう、まあ、全然稼げる職種っていっぱいあると思うんですよ。正直、Amazon Flex とか、この佐川さんやとかのね、宅配委託とか、このテリプロとか、まあ、たまにね、その時間空いた時にフードデリバリーちょいちょい挟むとかしてても、年収450とか、500ぐらいやったら、行くんじゃないかなとも思います。まあ、個人事業主っていうのもあるんですけど、でも普通に僕の、今会社倉庫なんですけど、倉庫の、まあほんまに、最近入ってきたとか、新入社員の子とかでも、大体年収で倉庫のリフトマンでね、リフトマンで400ちょっとぐらいなんですよね。で、変わんないんですよ。運転手の方と。で、運転手の方で変わらないんですけど、で、でも残業時間みたいなんで言ったら運転手の方の方が圧倒的に多いんですよね。もう休みもまあ少ないですし、まあ土曜日も走ってやりますし、土曜日も走って、まあ休み日曜だけとかね。で休み日曜だけで残業時間で言ったらもうそれなりにやっぱ残業結構あるんですけど、でまあなかなか家にも帰れへん、でも年収はそんなに変わらへんみたいなねってなってきたら、やっぱなんか魅力、まあ一人でそのやるっていう、まあトラック運転するのが好きやしとかね、やっぱそういうのやったら全然いいと思うんです。ほんまにその運転が好きやと、やっぱ一人でこの運転して行ってね、まあその一人の時間がやっぱ多く取れるっていうのもあるし、いろんな地方のまあ景色だったりとかね、まあそういう食べ物だったりとか、そういうなんかいろんな楽しみ方があるから、給料よりもやっぱそういう自分に合ってるみたいなやったら全然いいと思うんですよ。そういう選び方やったらいいと思うんですけど、でも稼ぎたいとか、なんかそういう理由でその転職するのは、なんか僕はあんまりおすすめする職種ではないですし、2024年とかになったら、まあおそらく今600稼いでる方も400ぐらいまで落ちると思うんで、そうなってきたらほんまに倉庫でリフトマンやってる方が絶対にね、稼げるし、もう5時に仕事終わって、だいたい、まあ、このリフトマンやってる子でも5時にね、定時5時なんですけど、5時にだいたい帰って、月に、まあ、残業が、まあ、20時間も行ってない、多分15時間とか、まあ、10時間、15時間ぐらいで、あっても15時間ぐらい、月にね、1ヶ月に、残業がね、まあ、15時間かなぐらいで、年収400を超えるんですよ。20代の子とかでね。だから、それで、でもほとんど定時なんですよ。ほとんど定時でたまに2時間やるかなっていう1ヶ月のうちに、1週間のうちに1回2回まあ残業あるかなぐらいなんですけど、これで年収400ぐらいあるんで、いやそうなってきたらね、ほんまに稼ごうと思ったら、だって定時5時に終わって、そのままね、7時ぐらいからまあ例えばコンビニで3時間バイトとかね、この10時ぐらいまでしてとかやったら、全然もっともっと稼げますし、そっち、そういうなの方がね、全然稼げるんで、ほんまに稼ぎたいのであれば、運転手っていう仕事は、もう選ばれないんかなっていうのもあって、やっぱり今、まあ、もう誰もやらんくなってきてますよね。昔はね、やっぱり、ほら、かなり稼げる仕事やったと思うんで、どん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 ね、まあ残業代がその分、まあその分偉いですけど、なかなか家に帰れへんけど、その分稼げるみたいな、まあそういうメリットがね、やっぱあったと思うんですけども、これからそういう時代でもなくなってきて、結局じゃあ誰がやんのってなってきて、また人が足りひんみたいなね、でなってきて、で企業の運賃が値上がりしてみたいな、でまあそれでまあ企業さんもその分予算を確保して大変になってきて、もう俺やったらもういいわみたいな、お宅の運送会社いいわみたいになってきて、ほんでもっともっと安い運賃で走らせていただきますみたいな会社が出てきて、もう飽和状態になって、でもういろんな運送会社が潰れていくっていうね、もうなんかなってくるじゃないですか。もうなんかそういう風に、だからまあ結局なんかこの制度もどうなんやろなって思うんですけどね。でもまあもう決まってしまったもん従うしかないんで、まああれなんですけど、でもまあ転職するのでね、まあどうなんやろ。でも俺は思うに、その運送会社さんでトラックをね乗ってってやるよりは、やっぱりこれからは宅配の方が俺はどっちかっていうと稼げるんじゃないかなと思うんで、
うん、個人でやるんやったらね、まあ、宅配が一番稼げるんじゃないかなと思うんで、で、まあ、正社員で運転手やりたいわっていう方も多いかもしれないですけど、まあ、それはね、おそらくもう稼げないんで、まあ、倉庫とかね、結構倉庫って年齢制限ないところが多いんですよね。僕の、まあ、周りですけど、まあ、あんまり年齢倉庫とか、運送会社の倉庫さんとか、あんま年齢制限ないところが多くて、で、まあ、それなりの年収ももらえるんで、んで、まあ、そこで働いて、空いた時間にね、そういろんな副業をね、まあ、したりする方が、結果的には稼げるんじゃないかなと思うんで、まあ、どうなるかですよね。どうなるかですよね。どうなるかわかんないですけど、まあ、もう運転手っていう道を選ぶ人はだいぶ減ってくるんじゃないかなと思って、まあ、ほんまになんか、まあ、ドライバーさんって、まあ、会社にもよるんですけど、あんまりボーナスあるとこってないじゃないですか。よっぽど、まあ、佐川さんとか別ですよ。ああいうとこは別やけど、まあ、普通のね、まあ、地方っていうか、まあ、普通に運送会社、何々運輸みたいな、結構そういうところって、まあ、大体その、まあ、ボーナス、まあ、寸志ぐらいはね、まあ、数万円ぐらいはあるかもしれないですけど、大体まあ、もう、あんまないんで。で、まあ、月給で、まあ、35とかね、まあ、求人票を見てても大体わかるんですけど、まあ、大体35、前後なんですよ。10トンでね。まあ、で、4トンやったら、まあ、30、28か30かみたいな。で、まあ、10トンで35から40みたいなね、感じなんですけど、40やったとしてもね、総、額面上ね、総支給で40やったとしても、年収480じゃないですか。だからまあ、で、まあね、まあ、しかもそれなりに頑張って40やと思うんで、だから、そんだけの、時間効率っていうかね、まあおそらく拘束される時間もそれなりにあっての40やと思うんで、これやったらこの時間ね、まあ普通に定時仕事終わって、ほっからコンビニで3時間、4時間バイトしてる方が、俺は多分そっちの方がお金的には儲かるんじゃないかなっていう、まあ予想、思いなんで、だからまあ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 、まあ働き方なんか人それぞれですし、まあ好きでやるんやったら全然いいと思うんですけど、まあでも、もう選ばれない職種になってくるんだろうなと思って、まあ、どうなるかですよね、2024年。まあ、それに対しての、僕が今、予算を確保しろっていうのでずっと言われてて、まあ、それに対してもう確保しようがないんで、それでね、もう何回も俺は社長と揉めて、もう辞めるっていうのも、俺何回も社長にそれね、もう嫌になって言ってるっていうのがそこなんですよね、予算を確保っていう。そこなんですけど、まあそれに対してはまあなんかまあちょっと落ち着いたんですけど、落ち着いたというかまあ社長が降りてくれてね、まあまあまあそれに対してはまあ解決したんでまあいいんですけど、まあだから他の企業さんもね、まあそれに対して予算をどう確保してくるかっていうところやと思うんで、まあどうなるかですよね。まあ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 でも俺は、まあ、今回は佐川さんとね山本さん、まあ運賃が値上げするということで、まあそれに対して僕は全然ありやと思うんですよ。もうおそらく結構ありやと思う人多いんじゃないかなと思うんですよね。まあこんだけ今宅配が偉いとかね、まあ佐川さん、大和さん大変やっていうのもほとんどの人が知ってると思いますし、こんだけいろいろね、価格も上がってきてドライバーの給料も上げなあかんやろっていうことで、まあその分ね、やっぱ上げるためにお金をね、こう集めなあかんから、やっぱこの、運賃をね、ちょっと上げさせてっていうことで、まあ 8% から 10% 上げるっていうのは全然ね、まあ多くの人がそれは認めてくれるんじゃないかなと思うんですけど、それに対してじゃあちゃんとドライバーさんに給料上げたらよと思うんで、まあその後の動きですよね。ほんまにドライバーさんの給料は上がったのかとかね、まあボーナスがね、まあそれなりに上がったのかとか、まあその後の動きですよ。全然変わらへんってなったら、それはそれで多いってなるんで、まあでも、まあまあ、ちょっと上げてくれるんじゃないかなと思うんで。まあでも、いい傾向ですよね。給料を上げていこうって。いろんなそのイオンでしたっけ？イオンもなんか、だいたい 8% とかやったかな？なんか従業員の給料上がるみたいな。全社員なんか 8% かな？このまま上がるみたいな、なんかニュース見ましたけど、すごいいい傾向やなと思って。これがね、こう、どん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 いろんな会社にね、行ってくれたらいいなと思うんで。うちの会社は、全然そんな話聞かないですね。もうなんか全従業員が、この 5% でもいいからね、こう上げてくれたらいいのになと思うんですけど、全然そんな動きは一切ないですね。おそらく秘書の給料は、俺より高いと思うんですよ。舐めとるでしょ？舐めとる、わかんないですけど、多分俺より高いんですよね。
で、あいつはほんまに年々むっちゃ上がってってる気がするんですよ。なんとなくですけど。そんな気がするんで、それだけはほんまに許せへんなと思うんで。まあちょっとその辺の給料一回ほんまに教えてほしいなと思うんですけど、またそれ給料分かったら、まあ動画にはしないかもしれないですけど、まあツイッターでちょっと愚痴ろうかなと思うんで、ぜひ皆さん、ツイッターの方もね、僕やってるんで、よろしくお願いします。はい。まあ今日は、まあその、佐川さんと山本さんのね、まあこの、値上げに対して思うことと、まあ結局はね、やっぱり、大きな変換点っていうのは2024年なんですよ。まあ、そこの問題が、まあもう、最大の敵なんですよね。もう結局、どこの、まあ、運送系をもう結局そこの2024年に対してどうするかっていうところなんで、まあ、潰れるとこも多いでしょうね。ほんまに潰れるとこも多くなると思うし、結局それが原因でね。だからまあ、従業員も結局集まらへん。ところも多くなってきて、まあ、もう回らんみたいなところも多くなってくるやろうし、いろんな問題点をね、いろいろな企業さんが抱えてると思うんで、まあ、僕は、もう、自分のことがいっぱいいっぱいなんで、僕は僕の会社のことでいっぱいいっぱいなんでね、まあ、その辺も、まあ、また愚痴らしてください。はい、すいません。これ以上喋ったら、また長くなるんで、この辺で切りたいなと思います。ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、ここまでね、見てくださる方って、俺ほんまにすごいと思うんですよね。俺やったら多分見ないですもん。自分で自分の動画って、まあ俺絶対見ないんですよ。だから自分の動画見返すことは絶対ないんですけど、俺やったら見ない。こんなね、俺がむっちゃ美女やったら見ます。俺がむっちゃくちゃの、ボインの、ボンキュッキュがいいんですけど、ボンキュッキュの俺は美女やったら見ますよ。もうどんな話してようか見ますけど、こんなね、ただのようわからんおっさんがひたすらようわからんことをどうでもいいことを喋り続けてるわけじゃないですか。ほんまに。これをずっと見るってすげえなって思うんです。もうここまで見て逆にチャンネル登録をしてない人いるのかっていうぐらい、思うんですけど、でもめっちゃいると思うんですよね。だってなんかわかるんですよ、比率がわかるんですよ。チャンネル登録してる人かしてない人かっていうの比率がわかるんですけど、してる人が3割なんです。で7割の人してないんですよね。はぁって思わないですか？ここまで見てしてないのって思うんで、ほんまにすいません。僕が悪かったです。だから謝るんでよろしくお願いします。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますということで、すいません、もう喋れないです。これ以上喋ってまだ長くなるんで、この辺で切りたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。